実験者19、列国会談危機が基調より、宿狩り読み地会とは、埼玉県の秩父軍や比企軍を川町大塚などに伝わる会議の一つ。何者かが子供を連れ去ると言われたもので、宿会、宿家とも言う。小鳥の名人のような妖怪として伝承されており、秩父では子供が行方不明になることを読み地会に捉えられた隠れ座島に連れて行かれたという。 岐阜軍では、宿会というものが、白装束、白旅、わらじ、安頓を身につけて、人家の裏口や裏窓から入ってくると言われる。民族学者、柳田邦夫の著書においては、読み違いの正体は妖怪などではなく人間であり、中世に諸国を修行して旅していた、法師、高野清のこととされている。武州小川では、 読み地いは見た者はいないが、頭髪も手入れされておらず、赤で汚れた、みすぼらしい身なりの人が、大きな荷物を背負って歩く姿を、まるで読み地いのようだということから、読み地いとは大方そのような風景と推測されている。実際に、高野清は行商人を兼ねていたため、協力のように何もかも背負って歩き、夕方には、村の辻で、宿岡とはめき、 宿が借りられない場合には次の村に去ったというが、彼らが旅を通じて、次第にすれ、法力を傘に来て、善人たちを脅かすようになったために、高野清に宿かすな、娘取られて恥かくなということわざすら生まれ、そうしたものが現れなくなって、以降は単に子供を脅かす妖怪として、解釈されるようになった、と、柳田は考察している。江戸時代後期の大衆作家。 実編者19による特本、列国会談危機が貴重には、高野清は巡業の傍らで術を飽きないし、民庫に立っては、宿や米、え、銭をこうもので、俗にこれを、宿割と言うとある。また同書には、どうかという僧が、このような修行を始めたため、すべての高野清を、のみちかと呼んだという説も述べられている。ありがとうございます。